冷凍庫を使わずにシャーベットを作るよ。お好みのジュースをジップロックに入れて、塩をたっぷり入れた氷で冷やすだけ。できた。とっても滑らかだよ。普通、水は0度で氷になるけど、塩を入れた水は0度よりもっと低い温度にならなければ凍らないんだよ。-21.3 度まで凍らないこともあって、これは凝固点効果という現象だよ。この現象は雪道の道路で撒かれている融雪剤にも利用されているよ。融雪剤は雪を溶かしたり凍結を防止したりしているんだよ。